今はどこに行くかと言いますと、車で見る映画館っていうところに行ってきます。ソウルから1時間ぐらいかな、1時間ぐらいかかるところで、今日やってる映画が3つぐらいしかやってないんですけど、カジャンポットンギョね、結構最新の映画がやってるみたいなので、それを車で見に行きたいと思います。ということで、また着いたら撮りたいと思います。食べるものをいろいろ買いたいと思います。今度チューズのコッパー、これがサラーメン。They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mmm! Hey! Oh! Oh! Mmm! Got it.この卵の中にこの辛いソースが入ってる。もうこれ辛すぎて今かけて食べられない。ソースつけなかったら何の味もしないね。すごい。車の中からさ、この Bluetooth で、すごい始まる。興奮する。この여기서나오는게되게신기하다。すごく楽しく見たんですが、車映画館初めて見た感想としては、すごくいいところは一緒に来た人とやっぱ車の中なので、好きな時に一緒に話をできるっていうところと、あとはまあ自分の好きなものを買って好きなタイミングで食べられるっていうところはすごく良かったなと思います。 でもその代わりにやっぱトイレがちょっと遠くて、トイレが遠かったっていうのがちょっとだけ大変だった感じだったんですが、すごく楽しく見ました。皆さん韓国に来たら一回体験してみたら、すごく楽しい思い出ができるんじゃないかなと思います。ということで、また次の動画で会いましょう。